なんか雲行きが良くないよ。いや、俺とお前まだ友達じゃねえし。わあ、これ超心にくるやつ。はい、皆さんこんにちは。では妖怪ウォッチ3続きやっていきましょう。さて今回は妖怪ガシャのある森に行くということで行ってみようと思います。ポートサイド。あらららら、釣り竿を忘れてきたと。かわいいおじいちゃんやな。あ、コンビニがある。コンビニ、ちょ見てみましょう。あ、よろずマート普通にもあるんだね、 USA にも。へえ。あれ、ここは、あ、車の修理や点検するときはここ。へえ、いいね。へえ、コンビニに併設されてるっていうのが面白い。あー、よろずマート見るとちょっと安心するね。あー、でもなんか品揃えアメリカっぽい。虹色ジェリービーンズ、美味しいのかな。うん、ほんとすごく甘そう。キャラメルピーナッツ、美味しそう。コカ・コーラ、ドクターラッパー、スターバーガー。あ、スターバーガーもここに売ってるんだね。カップケーキ、チョコボ、ソフトクリーム。あ、ハイチーズピザ、美味しそう。プレーンドッグ、へえ。よいしょ、ちょっと品揃えを見て終わるという。あ、フローズンドリンク、今の時期にいいね。わー、ドクターラッパー、ヨカコーラもっと派手にした感じ。ドクターペッパーって私飲んだことないんですよね。美味しいのかな。さて行きます。続きというか森に向かいます。あ、広いな、ほんとメリケンパーク。広い。あ、メリーゴーランドとかもあるんだ。わあ、ふみちゃんと来たかったなみたいな。お、シュシュふうトトトトトシュトト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 ト。あ、でも、あ、これ高箱ドーン。あ、ベリーベリー、超美味しそう。めっちゃ美味しそう。いやー、ベリーやばい。ベリーやばい。美味しそう。シューシュイーン。で、さて。他なんか宝箱みたいなのないかな、アイテム。まあ、いっか。あ、やっぱガシャがある。ガシャが。よいしょ。でも、雲海鏡ないのかな、雲海鏡。ワープできるんですよ、雲海鏡がいるとね、目的のところまで。お、ちょっと待って。あ、ミュージックカード。遠くに行くとなんかありそうな気がする。ててあ、なんもねえのか。あー、で、こっちから戻れないのね。やっちまったぜ。じゃあガシャリましょう。ガシャ引けるかな。よし、着いた。おお、ジバニャンが見たっていう妖怪ガシャっぽいのってこれ。そうにゃん、間違いないにゃん。確かにこれは妖怪ガシャのような、そうじゃないような。誰だ、ちっちっち、ただの妖怪ガシャではないぞ。誰だ。あ、おっさん。わしの名はミスターワンダフォー。おー、あなたがミスターワンダフォーさんでしたか。え、エスパー、この人知ってるの。え、そりゃあまあワンダフォーな感じの人じゃな、人なんじゃないですか。またウィスパーが適当なこと言ってるにゃ。まあ妖怪知ったかぶりですからね、ウィスパーは。そう、それはそうと、このガシャ一体何なんですか。これはドリームルーレットガシャ、 USA にしかない特別バージョンなのじゃ。ドリームルーレットガシャ、日本の妖怪ガシャと何が違うんですか。ルーレットじゃよ、ルーレット。これで当たりを狙うことができるんじゃ。え、マジで。 USA のアメージングな妖怪ガシャ、それがドリームルーレットガシャじゃ。妖怪ガシャコインか、 3DS 本体のゲームコインでも合わせるぞ。ドリームルーレットガシャはその名の通りルーレットになっておる。ルーレットが止まったマスによって当たりが決まるんじゃぞ。上画面のお品書きを見ればガシャの景品がわかるぞい。
ガシャコインによってお品書きが日替わりで変わることもあるんじゃ。ガシャを回すときはセーブされるぞ。覚悟を決めて回すのじゃ。へえ、USA の妖怪ガシャってなんかすごいんですね。さすがは USA 成功デビス。 USA USA。 お、あー、来た来た、これで引いてくんですよ、このコインでね。よし、何が出るかな。あー、じゃあちょっとやってみましょうか。お、大当たり激辛ボーイっていうのが当たるんですね。中当たり、小当たり、粗品。はい、行きましょう。はい、あとちょっとで値だったのに。お、小当たり、コテンパンっていうのが来ました。おお、メリケン妖怪。へえ、なんだろう。え、ニックネーム。でもしばらく一緒に戦うことになるかな。ちょっとつけてみましょうか。何がいいかな。もう見た目からしてちょっと気になったから。よいしょ。パパッとつけちゃおう。よし、じゃあ、食べかけ。食べかけ。よっしゃ。はい。あとちょっとだったのにな。よっしゃ、そのまま連れていきましょう。これが USA の妖怪ガシャ。やはり日本のとは一味違いますね。うん、そうだね。実はこのガシャマシンにはさらなる秘密があるのじゃ。秘密？そのキーとなるのはドリームメダルじゃ。お、ドリーム、妖怪 YC チップを搭載した新メダル。へえ、ドリームベッドをさ、胴当たりのマスが2つも増える。へえ、容器解放。へえ、ドリームメダルか。あ、そうなんだ、容器の粒ってアイテム。へえ、そうだね。いやー、でもなんかあのレア度の高い妖怪はちょっと当てづらくなったっていうのもあるけど、まあいいか。いっぱい妖怪メダルあったのにゃ。お、港。無理やり話をそらしたにゃ。よし、じゃあちょっと港を見に行きたいんですけど、ちょっと、あ、食べかけ E ランクなのね、クソ。まあでもいいやね、仲間多い方がいいしね。よし、じゃあちょっと一回セーブ書こうと思います。いやー、何を仲間に迎え入れるか迷っちゃいますね。おー、太陽。もうこんな公園にみんな集まってるんだ、太陽もちょっと来てくれよ。おー、いいね、お友達が呼んでくれた、ありがとうございます。もうこれでぼっちじゃない。二人に紹介するよ、太陽だ。最近この町に引っ越してきたんだって。よろしく。はい。あー、超美人さんやん。はい、私はイザベラ。はじめまして、キャリーです。太陽は俺たちと同い年だから、夏休みが明けたら同じ学校に行くんだろう。うん、多分そうだと思う。やった、同じクラスになれるといいね。どいたどいた。え、なになになに。ああ、お前はこの前じーって覗いてたやつやん。いっててててて。マック、ちょっと大丈夫。しししし、もちろんさ。マック、あ、マックは僕たちのクラスメートでとってもすごいやつなんだ。へえ、よし、それじゃあみんなで暴走自転車レースやろうぜ。何それ、なんか面白そう。うん、ちょっと気になるかも。俺、太陽、この町に引っ越してきたんだ、よろしく。なんだマック。あれ、こっちでは友達と握手をするんじゃ。あ、なんか雲行きが良くないよ。いや、俺とお前まだ友達じゃねえし。わあ、これ超心に来るやつ。なにこいつ。
ちょ、みんなも何も言わないんかい。おい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 、これはちょっと太陽と、とりあえず気分転換に港行ってみましょうか。いやーこれひどいまあ子供だから何でもピロッと言っちゃうんですよね。ピロピロピロリンって。くー、これ大人の世界でやられたらもう私生きていけない。よし、じゃあちょっと気分転換にメリーゴーランドでも乗ろう。太陽くん乗れるかな。あ、乗れないか。ち乗れないか。おっしゃおっしゃ。なんなの後ろからさ、行く、いつぞやかのパートでさ、ずっとあいつ見てたよね、後ろから我らを。 USA、 あーいいね、ジャングルハンター。あ、いやー、ここにもジャングルハンターあるんだ。ってことはやっぱ虫取りとか魚取ったりとかできるのかな。あれもね、どうしそう。お、ホットドッグ屋さん。あ、港に到着でミス。にゃー、港に吹く風ってなんでこんなに気持ちいいにゃー。いやー、それにしても大きな船が止まっていますね。あんなでっかい船、一体どんな人が乗ってるんだろう。うん、あれ誰だ、誰かが向かってくるぞ。あはは、冷て、ジバニャ。ごきげんよ。こ、こんにちは。あー、かわいい人。すごく綺麗な人だったな。太陽くん、どうしました。顔真っ赤ですよ。な、なんでもないよ。ほら、もっと近くで船を見てみよう。ふみちゃんに怒られるぞって。おっしゃ、じゃあ船を見ますか。耳しっぽミシシッピ、耳しっぽ。面白い、面白い名前だな。おう少年、すごく大きい船ですね。はあ、おうよ、グレートだろ。はい、こんな船初めて見ました。太陽、他の船も見てみるにゃ。そうだね、気分転換になればいいな。あれは、あの特徴的な頭は。ん？あ！あ、出たな。お久しぶりです。そうそう、ご用田さん。もしかして、ご用田さん？おお、君は太陽捜査官。まさかこんな場所で会うとはな。まさか、イカダできたの？どうしてご用田さんが USA に？ワンテッド妖怪を追って、はるばる USA までイカダできたのだ。はあ、イカダでどんな体力してんですか。あと、ワンテッド妖怪って。よくぞ聞いてくれた。さすがは太陽捜査官だ。ワンテッド妖怪とは、日本よりも広いこの USA で悪さを働く凶悪な妖怪たちだ。まあ、要するに日本にいた指名手配妖怪の USA 版ってわけですね。悪い妖怪を捕まえるのが俺の運命。そのためなら USA にだって来るさ。そしてまた君と出会った。これもまたまさに運命だ。よって君を。やっぱりやらされるかと思ったよ。あ、モンテッドアプリ、はい。そう、そこはね、あの悪い妖怪をね、捕まえていくんですよ。はい。でもね、結構強いんですよね、このモンテッド妖怪。モンテッドポイント。あ、いいね、アイテムを。あ、そうそう、でもね、あの潜伏する、なんか期間があるんですよね、その討伐する期間というか、なんかこの日まではいるよみたいな。あ、警察官になったの？その辺明かされない。マジですか。まあでもなんか知り合いが来てくれるのは心なしかちょっと安心するかも。ちょっと様子を見に警察署へ行ってみましょう。やばい、なんかやりそうだな、御用田さん。はい、じゃあ御用田さんのいる警察署に行ってみようと思います。さてさて。あ、ボート、なんかボートってなってるけど、ボート乗れるんすか。よいしょよいしょよいしょ。あ、でも中に入れないかな。あ、入れる入れる。ボートショープ、ワンダーボート、ワンダーポート、ポ、ポ、ポ。あ、ボート、やっぱボート屋さんだよね。
タタタタタタタ。まあ、乗れはしないのかな。新しいボートの設計図。ほう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 。なんかさ、ボなのかポなのかわかんなくなんねんな、文字。おっしゃ。あ、やばい。ちゃんと青信号渡りましょう。信号。はい。はい。よっしゃ。あー、なんかハマった。じゃ、警察署行って今回は終わりかな。いやー、楽しい。あ、もう一個あるよ、警察署。あ、警察署じゃない、信号が。よし。よし。はい。いいことってなんだろう、気になるね。よしよしょ。あ、そっか、さらに。そっか、サウスモンド地区まで戻るのか。だいぶ歩くな。はい。あー、でこっちか。くー、よいしょよいしょ。横方向のあれはないんだね、信号機は。全部縦方向なんだね。あ、やば、ちょっと遠回りしちゃった。こっちか。あ、でっかー、でっかー。よいしょ。あ、いた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 、ご用ださん。あ、ここに、ここに構えるのね。ご用ださん、いた。ああ、やっぱりお約束の張りもてですか。おお、太陽捜査官、またあったな。早速俺もこの町についていろいろと調べてみたんだが、やはりこのセントピーナッツバーグでも事件にあふれているな。本当に。ああ、妖怪たちが起こす事件や妖怪なら解決できそうな問題でいっぱいだ。よって太陽捜査官、君には頼み事も担当してもらう。あ、そう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 、これクエストなんですよね。クエストも結構あるんですよ。はい、そう。ほう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 。妖怪パッドのクエストアプリから頼み事クエストの確認ができます。このアプリでクエストのナビを、あ、そうそう、目的地前にナビが出るんですよね。ただし天気や時間帯によっては目的地じゃ進まないことも。ほう、ふむふむふむ。下画面の切り替えボタンタッチすればいつでもすぐに変更できますよと。なるほど。まずは出直しだ。3つほど頼み事を解決してくれ。それができたら君はもう立派な捜査官だ。この町の平和は君にかかっている頼んだぞ、太陽捜査官。ははい。相変わらず強引ですね。よし、あ、キークエスト来た。よし、じゃあ今回はここで終わりにしようかな。じゃあ次回はね、あのキークエストやっていこうと思います。ちなみにちょっと見ましょうか。お、この3つだね。サウスモンド地区の警察署に倒れそうな警察官がいたし、病気されても怪我かな、急いで様子見に行ってみよう。で、あと、あ、ジャングルハンター、ジャングルハンターの店長が USA にやってきたらしい。早速ノースピスタ地区のカードにあるお店に行ってみよう。で、箱に取り付かれたとこ、ちょっと変わったおじさんが好奇心いっぱいの元気の少年を探してると。あ、これさ、あのボックスハウスの人じゃない、あの四角い家、なんか全部四角いやつあったよね、多分そこの人かな。まあいいか。はい、じゃあ次回は、クエストやっていこうと思います。では皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。